皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんと、元男の子の西原さつきです。ちょっと待って、なんで声裏返るんですかいつも。なんか緊張するんだよ。私の横にいる方は元男の子の大先輩、そして、この前公開された大ヒット映画ミッドナイトスワンですね、あの草薙剛さんが主演の映画の監修をされている元男の子女優さんって言えばいいんですかね。いろいろやらせてもらってます。いろいろ、はい、元男の子界のパイオニアの、西原さつきさんとですね、今回は動画を撮らさせていただきます。ありがとうございます。でびっくりですよ、あの1ヶ月前に私たち動画撮ったじゃないですか、こちらに出てると思うんですけども、100万再生いきました。100万。いや、ありがとう。ちょっとこれは すごい恐ろしいですね。ちょっと怖い。私もびっくりしました。いや本当になんかありがたいです。いや、こちらこそです。ありがとうございます。本当にすいません、さっき声裏返ってっちゃって。前回の動画の第2弾としまして、はい、また視聴者さんからリクエストをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。そのリクエストはこちら。男から女に性転換して今まで一番大変だったことは何ですかっていうことなんですけども、あります？ありますよ。大変なことが多すぎて、まあ、そうむしろそっちの方が多いですもんね。大変多いから、はい、ということで我々禁断の体験談をお互い3つずつ用意したので、うん、早速話していきます。どうぞ。そしたらまず私からいきますね、はい、1つ目、腸液が燃えるです。腸液、あの腸液っていうのは、私みたいなこういう性別を男から女に変えた人って、男性のものから女性のものに下半身を手術するわけですよ。で、女性ってやっぱりその穴があるじゃないですか。じゃ、その穴を、私は自分の腸を一部切り取って、その腸の管を穴に見立ててここに移植したみたいな、だそれがいわゆる私の今のそのここになってるんですけども、その移植した穴から腸液が漏れてしまうみたいな。腸液か、はい、っていうのがなんか一番困る点ですね。どうですか、腸液とかってあります？私なんか手術法が違うからなんか。そうですよね、腸液はないんだけど。だって腸を再利用してないじゃないですか。腸再利用してない。超羨ましい。ちょっと。いやいや、笑ってもらうの嬉しいんですけど、シーンとなってもらったのが美味しかったです。手術方法があれでしたっけ、超再利用方法じゃないんですよね、手術が。あの裏返し大作戦。裏返し大作戦ですよね。裏返し大作戦。あ、そうですよね。あの、もともとついてた男性の、この、物を裏返しにして作るって、まあ、それは前回の動画見てもらったら全貌が上がると思うんで、よかったら前編の方、あ、第一の方見てください。ナプキン。必要なんですよ。常にではないですけど。今もたまにです。あ、たまには、はい。だから、なんで私ナプキンしてんだろうなみたいな感じで、もうアホらしくなっちゃう時ありますね。女性の方だったら生理とかじゃないですか、はいはいはい、そういうナプキンが必要になる時って、そしてなんで血ではなくて腸液なんだけどなみたいな。でも大変だそれ。大変ですね。だから羨ましいですよ、あの裏返し大作戦の人は。裏返し大作戦、はい。ではさつきさんのヤバかった体験談どうぞ。皮膚切れ。皮膚切れ。皮膚切れ。ちょっと待って、これ大丈夫ですか？結構グロい系ですか？ちょっと痛いかもしれない。わかりました、覚悟します。なんか手術を受けてから、はい、受ける前と受けた後だと、はい、なんかちょっと私皮膚の感じがすごい変わっちゃって、あ、はいはいはい、なんか柔らかくなっちゃったんですよ、すごく皮膚が。そうすると今まで手術をこうしてた場所ってこう縫ったりとか、そうですね、はい、切ったり縫ったりしてその形を整えていくわけじゃないですか、はいはい、なんかそれのちょっとしたその縫い目とかでなんかちょっと切れたりとか、皮膚が。そういうことか。うわ、皮膚切れってその縫ってるところがほどける感じですか？ほどけるまでじゃないんだけど、はいはいはい、なんかそこを軸に切れ目がたまにこうグッとこう強い。それって怖いよ。ちょっと待って。それって戻らないんですか？しばらくちゃんと安静にしてればちゃんと戻るんだけど、はい、治癒能力働いて。治癒能力働いて。人間優秀ですねやっぱり。だけど、はい、一瞬ピュッと避ける時があってたまに焦る。シチュエーションとかって例えばどんな時ですか？なんかこうちょっと強く擦っちゃった時とか、下着がちょっと食い込んじゃった時、長時間歩いたりとか。それって結構脆くないですか？なんか昔はそんなことなかったんだけど、最近ここ2、3年ぐらいから急に体質変わっちゃって、なんかちょ心配ですね。それはそれは本当にヤバい体験談かもしれないですね。ちょっとデリケートにこう扱うみたいな。そうですね、確かになんかホルモンとかどんどんやっていくと皮膚が薄くなって
ってきたりとかするとかよく聞きますよね。薄くなれ、血管透けなかったのに血管透けるようになってきたみたいな。そう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 、ですよね。あれがなんか全身に起きる、全身に起きるって感じか。これは結構インパクトやばいな。え、大丈夫かな、私勝てるかな次。勝負してんかいって言われそうだけど、いや別に勝負じゃないですからね。そしたら私のターンですね、発表します。感度がなさすぎるなんですけども、これってあれなんですよ、あの撮影の第1弾の方でもうお話ししたと思うんですけども、実はですね、あの動画公開した後まさかの元男の子会のあのレジェンドから LINE が来まして。誰、え、これ言っていいのかな、つっさんです。すごくない、びっくりしましたよ。私ずっと憧れてる人なんで、まあ、LINE 昔交換させていただいたすごタイミングがあったんであれだったんですけど、自分から連絡するのちょっとおこがましいからあれなんでしなかったんですけど、まさかの動画見てくださってなと思って、で心配されちゃいました。カノンちゃん手術方法大丈夫、それ本当なのみたいな感じで、それはずっと永遠の悩みっていうか、むしろもうずっとその重荷が引っかかってるんで、例えばこうやってパートナーできたとしても営みとかそういうのはもうモチベーションにつながらないです。全く感度ないとモチベーション上がらないわ。確かにそうですよね。いろんなそのトランスジェンダーその元男の子さんと話しても、やっぱり私だけなのかなと思うぐらい周りの人は全然そんなことないよ、カノンちゃんがおかしいだけじゃないのって言われるんですけども、実際さつきさんはどうですか、裏返し大作戦の手術方法で手術したさつきさんは感度の方大丈夫ですか。でも最初はやっぱり私もなんか全然なかったんですけど、はい、やっぱりこう年月重ねて、年月って概念がちょっとないんですよ本当に。手術終わってどれくらいだったっけ。6年目。あ、6年目、6年目になりました。でもないんだ。全然ないですね。全然ない。全然ないですね。怖いですよね。まあ、ある意味ネタだと思っちゃってて、もうそれが私の中で YouTube 上のもう あいつ感度ないんだ全くみたいな感じで、なんか韓国のその元男の子 YouTuber にも感度はおかしいみたいなみんなに言われるんですよ。でもおかしいですか。ちょっと心配になっちゃう。ですよね。そんなになんかマジでないみたいな子って。マジでないですよ。あ、ありますよ。触ってるとかこういうなんか感触みたいのはありますよ。うん、でも営みで得られるようなその性的なその感度っていうのはないです。全くないです。高まらないんだ。そうですね、高まらないっていうかないんですよ。でもなんか私もある時に突然なんかひらめいた感じだった。ひらめいた、ひらめいた感じ。でもよくそれ聞きますね。そうなんだ。わかんないですけども、いきなり動線がつながるみたいな、そう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 、なんかそのポイントがあるみたいなこと聞いたんですけども、それをなんか業界用語で言うと開発っていうらしいですね。開発、開発できたんですね。じゃあちょっとね、そういうアダルトな感じに私は一切 してないですからね。ちょっと勘違いしないでくださいね。でもなんか突然、あ、これだってなんかね、はい、ひらめいたの。もう自分の中での下半身ノーベル賞だと思って。ちょっとごめんなさいね、本当に。こういうこと言うから私、あの、女子会で浮くんですよ。いや、大事。もう本当適当っすね。ちょっと、本当適当っすよ。はい、さつきさんのターンです。私は、はい、とあるものをここに装着します。ここ、ここ装着、なんかナプキンとかなんかそういう感じですか。この場所を洗浄するための器具、はい、器具装着するっていうのはどういったものを装着するんですか。私は、はい、ラブリーエスって呼ばれてる。ラブリーエス、ちょっとググってみよう、うん、聞いたことないですね、ラブリーエス。ない、はい、ないですよ。なんですかこれ。これ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 、洗浄シャワーヘッド。これってあれじゃないですか、なんか下にこうやってノズルつけるとかあるじゃないですか。もしかしたらシャワーにつけるやつですか。そうそう、シャワーヘッド外して、でそこにラブリーエスをボンってこうはめて、で作った穴の中を洗浄する。洗浄する、ここ専用の洗浄器具があるってことですよね。そう、聞いたことあるけど実際見たことないですね。だって私そのままやってますもん、もうシャワーヘッド外して。ワイルドだな。え、それっておかしいですか。これ使うとなんかすごい匂いとか改善されるから。いや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 、匂いとかなんかそんなのそんなの、いや全くありませんよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、それひどい、ひどい、ひどい、ひどい。ちょっと私の名誉のためにも一応回復させていただきたいと思いますので、はい、もう一回どうぞ、訂正を。そんなことないですよね。そんなことないよ。大丈夫ですよね。大丈夫だ。私、大丈夫ですよね。大丈夫。はい。大丈夫。
確かに私シャワーヘッド外してそのまま洗浄してたんですよ。あ、それでもやばいよ。みんなに言われました、なんかおかしいって。言われるんだ。よく言われたのがなんかあのスポイトみたいのでプシュップシュッってやるやつは聞いてたんですけども、シャワーヘッドにつける専用の洗浄器具は初めてかもしれないですね。私それが綺麗にせずにはいられなくて、はいはいはい、朝晩やっちゃうんです。なんかあ、結構すごいですね。回数多いですね。常にクリーン、綺麗にしてたいの。あ、必ずやりますけど、私も毎回。っていうのも、その私たちみたいなこう手術した人って、その女性のように自己洗浄機能がないじゃないですか。うん、なので、そうやって洗う必要があるから、まあ確かにそうだな。それが結構大変かな。そうなんですね。うん、いや、ちょっとこれ私買います。買ってください。はい、いくらぐらいなんだろう。4000円ぐらいかな。あ、値段書いてないけど。あ、そうやって買います買います。え、でもこれって女性の方も使うんですか。これもともと女性の方が使うやつなんだ。そうだったんですね。これないとダメだよ。ダメですか。これないとダメ。すいませんしたら最後、私の3つ目のヤバかった体験談、私はここに綿棒を突っ込まれて死にかけたことです。ちょっと笑わないでください。ちょっと笑わないでくださいよ。いや、本当に弱かったんですよ。メンバー？はい。説明すると、その手術をした後の、まあ、直後ですよ。直後ってやっぱり、今までとおしっこの仕方が全然違うじゃないですか。あ、違う。男の人だったら、立ちしようみたいな感じできるけども、やっぱり女性の感じになるから、どこに力を入れて、どうやっておしっこしたらいいかって分かんないんですよ、全く。なので、最初のその手術直後っていうのは、どんな風にすればいいかって、なんか、どうでした？できました？私は、初めてショーをする前に、2リットルぐらい水を飲めって言われる。はい、ああ、でもそうですよね。それでなんか、私は結構一発でできたタイプ。あ、それが私できなくて、飲んでもできなくて、なんで、助けてってなって、看護師さんが来て、どうしました？みたいな。いや、おしっこができないんですよって言って。で、おしっこトイレしてるところに看護師さんが、青木さんここですよって言って、綿棒こうやって突っ込まれて、ここに力入れてくださいって言われて、ジャーってするっていう。綿棒を突っ込まれたんですけども、それが死ぬほど痛かったっていう。やっぱ痛いんだ。私、手術直後ですもん。可能してる状態。もう俺思い出すんですよ、本当に。猿のお尻ぐらい腫れません。めっちゃ腫れてる、なんか。そうですよね。そこに綿棒を女性にぶっ刺されるっていう。いやー、ぶち込まれて。ぶち込まれて。はい、もう死ぬかと思って。それがやばかったですね。痛そう。もうこれが私の中で一番のやばかった体験談でございます。痛そう。ということで、さつきさんのラストですよ。何ですか？楽しみだな。最後は、はい。巨大なダイレーション棒。巨大。巨大。ダイレーションも一応念のため説明した方がいいですよね。そうですね。この手術をした後って穴を作るわけなんですけども、その穴って本来元々ある穴ではないから、私たちは女性の穴として作っだけども人間本来の体の部分から見るとただの傷口なんですよ。だからピアスみたいな感じで、ピアスって開けた直後って何かを突っ込んどかないと勝手に埋まっちゃうじゃないですか。まあ、それと同じでピアスみたいな感じでこんぐらいの棒をここにやって穴が塞がらないようにするっていう、それをダイレーション棒って言うんですけども、それが超巨大なんですか。 すごい大きくてこんなもんですよね。私がやったやつなんか このくらい。ちょっと待って。いやいや、爆弾おにぎりじゃないですか。このくらいはあった気がする。え、だってペットボトルのキャップぐらいですよ、私。全然2、3倍ある。いや、死んじゃいます。だから避けてるんですよ、今。え、なんでそんなことやったんですか？じゃあなんかお医者さんから、はい、なんかそこその外国の方が結構多くて、日本人じゃなくて。タイですよね。タイ。もう一回ぐらい行ってみたいですけどね。ちょっと待って。いや。ちょっと。行ってみたい。行ってみたい。はい。パッタイ食べたい。ちょっと。はい。ムエタイやりたい。ごめん、すごいね。ごめんなさい、ちょっと話の腰を骨折っちゃって。あ、いやいや。こんぐらい？このくらい。なんかトイレットペーパーの芯よりは太い。全然太い。え、入ります？痛いけど、それをやれって言われるんですよね、お医者さんに。それをどのくらいの期間、そして1日何時間やったんですか？大体1日6時間ぐらいを。無理だ。ほぼ半年からもう1年ぐらいは続けてました。ドラウマになりますね、このレベルだと。結構きつかったんですね。私1時間しか
出なかったですよ1日だから穴が塞がりかけたんですよ。あ、言ってたね。はい、私もそれちゃんとお医者さんの指示通り忠実に、正確に言うと1日2時間3セットなんですけど、なんか生きる気力失いそうですね。本当に痛いんですよね。しかもグリグリ回すんですよ。え、こんな風に回すんですか？でちょっとこうやったりしますけども、うん、こうやんないですよ。何ですかこれ、水車を回してるんですか？なんかの秘密の扉開けるんですか？なんかダイナミックダイレーションって呼ばれてて、すごいだって、もう名前からしてもうなるほど。倒されました、それに、ダイナミックダイレーションに。まあ、それで今に至ると、避ける避ける股間にちょっとやばい、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、これピーでお願いします。はい、ちょっと皮膚弱くなっちゃって、私実はダイレーションもこの3年ぐらいやってないんですよ。穴塞がらないですか？まあね、もう絶対大丈夫な領域に入った。いいなあ、その時頑張ったか。私もそんな風にならなかったんだな。私ガリ勉なんだよね、もともとガリ勉で、うんうん、なんかずっと一個のことひたすらやるの。だからダイレーションもそれですごい頑張った。ある意味才能ですよね、一つのこと超頑張る。超頑張った。もう常に注意散漫なんで、なんかいろんなことやっちゃうんですよ、私。一つのことできないんですよ。やっぱそうなんだ。できないですね、本当に。話がちっちゃうんです。ちっちゃいます。っていう感じでいろいろ聞きましたけども、ちょっと私もさつきさんと同じ側の人間ですけども、私でさえちょっとドンビーちゃうほどすごい話でした。え、どうでした？逆に私の話は想定内ですか？いや、人によるってのは聞いてたけど、うん、感度がないっていうのは、あ、感度、もうちょっとこういろんなチャレンジをしてほしいな。そうっす、突然ひらめくの感度がないっていうことはやっぱりおかしいっていうことですよ。だってそうじゃなきゃあの大御所から LINE 来るわけないじゃないですか。まさかのっていう。たまにいるんだけどね、そういうの。あ、まあ、この波を受け入れるみたいな。ごめんなさい、ちょっと分かんなかった、伝わんなかったですね。すいません。なんか波が来るんだよね、波がそれなんかそこに受け入れるみたいな。なるほど、乗っかれるみたいな。わかりました。ちょっと頑張ってみます。もう引き続きいかがだったでしょうか。今回ですね、さつきさんとあくびしてましたよね、今ね。あくびしてましたよね、絶対してましたよね。ちょっと後でチェックします。さつきさんと一緒に第2弾禁断トークを、しました。少しでも今あくびしましたよね。この動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。前回の動画も良ければ見てください。あとはさつきさんの SNS リンクも画面にありますし、私の LINE 公式アカウントと Instagram も画面下から、ぜひまた次の動画でお会いしましょう。